さあ時刻の方7時32分回っております。寺谷一樹の医療どうなる、大阪府保健医協会の提供でお送りします。先週のこのコーナーでね、はい、政府が新型コロナ2類から季節性インフルエンザと同じ5類に移行するっていうことに対していろいろとご意見などを伺いました。この新型コロナね、もう3年経つわけですけれども、この度ね、大阪のコロナ禍3年を検証するっていう本が出版されたらしくって、うん、大阪府保健協会の理事長、大阪市旭区で開業されてます宇都宮武弘さんとお電話つながってます。宇都宮先生、おはようございます。おはようございます。この大阪のコロナ禍3年を検証するっていう書籍、とっても興味深いテーマですけども、どんな内容なんですか先生、これは。はい、この、大阪のコロナ禍3年を検証するという本はですね、はい、大阪社会保障推進協議会というところが、はい、昨年11月に開催したシンポジウムを一冊の本にまとめたものなんです。ちなみに、大阪社会保障推進協議会、社保協というんですけども、はい、事務局長はこの番組にもたびたび新ママ大阪応援団として出演しておられる寺内純子さんで、このシンポジウムの開催を提起して、当日は報道関係の方もたくさん来られていました。あ、なるほどね。で、11月っていうことは先生、第8波の来る直前ですよね、これは。そうですね、新法では、第8波を見据えて医療保健所、介護、障害者、保育の、第一線でコロナ禍に立ち向かった現場の目線で国とか大阪府の対応が検証されまして、うん、必要な対策を提起されました。うん、それを一冊にまとめたのがこの本ということで、今でも十分参考になりますし、というよりはこのシンポジウムで問題提起したことが結局第8波でも実行されずに、当日も指摘された場当たり的な対策では解決しないということが改めて明確になったといえます。なるほど。具体的にはどういった話が出てたんですか？はい、まず医療現場ですが、コロナ受け入れ病院の院長先生からは、災害モードで一般医療を制限して対応されたことや、感染拡大が想定を超えて入院受け入れの整備ができないまま突然受け入れを拡大せざるを得なくなったこと、また大きなストレスや疲弊で職場を離れていった人も少なくないといったことなどを報告されていました。保健所で働く方もね、シンポジストとして参加されたそうですけれども、どういった報告があったんでしょうか？はい、保健所で働く方は月80時間以上の時間外勤務の人が6割を超えて、100時間以上という方も3割もいたそうなんですね。夜中の2時に職場を出てタクシーで3時ごろ帰って4時ごろ寝たら、次の日明日は通常通り出勤で、自分が寝ているのか起きているのか分からなかったという報告がありました。大阪府は臨時で人を雇うなどしているというふうに言いますが、臨時の方は専門的なこと分からないので、結局正規の職員の方が問い合わせが彼らに集中するということで、こうした想像を絶する事態が続いているというふうに報告がありました。そして救える命が救えなくなると必死で対応しても、亡くなる方が増え続けて、毎日やりきれない思いが募り、精神的に追い込まれる中で仕事をしなければならなかったというふうに語っておられました。すごいリアルな話ですよね。はい、あと介護とか障害者の現場では、感染者が出ても入院できない状態がいろいろ報道されてましたけども、そのあたりは先生どうなんでしょうか？おっしゃる通りで、そもそも医療の専門家がいない中で、施設内で対応をというふうに言われましても、それは無理なんですね。ですから感染がどんどん増えてクラスターが起こり、施設に利用者をお世話するスタッフも感染して、食事や入浴から排泄の処理とかですね、ここも想像を絶する事態が起こっていました。保育も同じで、ここが閉まると、医療や福祉に従事する人たちの子どもさん預けられなくなりますね。はい、それがさらに人手不足に追い打ちをかける事態になります。なるほど。一言で言うと、コロナが始まってからね、ずっと言われてます、人手不足が全く解消されてない、解決できてないっていうことですよね先生。その通りですね。そもそも介護や障害者施設、それから保育はもともと人手が不足していたんですね。
で背景にはまあ仕事が大変な割にはまあ給与が少ないということなどがあります、はい、そうした状況の中で起こったコロナ禍での現状ですので、まあ、国や自治体は現場の声を真摯に受け止めて公的支援を真剣に考えてほしいと思います、はい、そういう意味ではこの4月ですね、知事選それから市長議員を決める統一地方選挙がありますけれども、うん、まあ、表向きはまあ華やかなその事業よりかはこうした住民の方の暮らしを支えるそういう人への改善に努力するそういった人をまあ見極めることも大切なんかなというふうにまあ個人的には考えております。なるほど。あとこれ大変興味深い本ですよね先生。なんかリスナーさんに5冊プレゼントいただけるですよね、はい、これね。はい、わかりました。ではこれまたこちらの方で募集させていただきたいと思いますので、はい、お願いします。はい、どうも今日もありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。大阪のコロナ禍3年を検証するっていうアルミ缶のお二人も読んでみたよねこれね。はい、そうですね。なんかすごいリアルな話がいっぱい出てるしね、はい、あの現場の声っていうのを中心に書かれてると思うんでね、我々なかなかわからない、はい、あの大手メディアの報道では出てこないような話も随分たくさんここには書かれてるみたいです。よかったら本欲しいと書いて番組宛てファックスメールおはがきください。じゃあ宛先をアッキンお願いします。ファックス番号078-361-0005 078-361-5 番です。メールアドレス maido@jocr.jp すべて小文字です。 maido@jocr.jp。 そしておはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度宛てまでお願いします。医療どうなるのコーナーにご意見感想質問等お寄せくださった方、毎月抽選で5人の方にクオカードを差し上げております。あとこの大阪のコロナ禍3年を検証する本も5人の方に差し上げますから、はい、本は欲しいと書いてください、うん、あとこの本なんですけれどもアマゾンとか書店でもね買えるっていうことですから、うん、興味のある方一遍検索をしてみてください。番組へのメッセージをお待ちしています。